綺麗な問題ばっかりじゃないんですよ、うん、実際のリアルな入試そうなんだって分かった上でやってほしいですね、うん、武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。教務の山火です。世間はクリスマスムードっすね。何それ。え、知らないですか。何それクリスマスって。え、どうしたんですか。いや、何言って、何で受験生だよ。ああ、そうか。クリスマスのそんなのもう食うぐらいで止めといてよ、もう言うのやめてよ。そうだよ、クリスマスって考えた、聞いたらクリスマスって思い浮かんじゃうじゃん。ああ、確かにやめて、そういう言葉使うの。よくないですね。ね、そうですよ、もう勉強です、そんなね、はい、12月24、25が普通です。もうなんもないです。そうですね、休日だけど、はい、1日勉強できるありがたい日だと思って。確かに、はい、ですね、23かな、はい、まあ、受験生の人もマジでクリスマスね、楽しんでダメだって言うなってたから。はい、わかりました。はい、では、今日もね、関係なく質問を読んでいきたいと思います。はい、早慶志望の高2です、はい、英語長文ハイパートレーニングなどの参考書を進めると、うん、ユニットによって極端に正答率が悪い時があります。一冊の問題集の難易度の差は気にしなくていいのでしょうか、はい、全部安定しなければダメでしょうか、というコメントが届いてますね。はい、これは僕ら受験生の時もありましたよね、うん、ありましたね、これは。まあ、特に今ちょうどね、例でハイパートレーニングが、英語長文ハイパートレーニング出てますけど、はい、ハイパートレーニング2ってセンターレベル編になってるけど、はい、自分ちょっとセンターよりむずいかなって気がしますね。あ、確かにね、まあ、センター問題によっては、ね、はい、センター の評論のところは確かにむずいけど、はいはい、まあ、センターレベルかってちょっとむずいのあったかなって気がしますけどね。そうですね、はい、まあ、英語長文ハイパートレーニングだけでなく、はい、まあ、毎年出る品質英語長文とか、うん、まあ、いろんな参考書で問題によって全然難易度違うみたいなことが、まあ、起こってきて、受験生はそれが不安になると思うんですよね、はいはい、まあ、僕自身は、はい、あの点数自体はもう難易度の差があるから気にしなくていいとは思うんですね、はい、ただ難しい長文だからといって、うんうん、そんな1ランク2ランク上の大学のレベルが出てるわけじゃないじゃないですか、うん、だからできなかった時になぜできなかったのか、うん、で復習してできるようにするってことが重要だとは思います。そうですね、はいはい、初見の点数悪いのは、うん、仕方ないです、ある程度、うんうん、ですね。僕も基本的に、ま、本当ハイパーとかも、はい、点数出してなかったですね。なんか50点中何点とか出せるじゃないですか、はいはいはい、全然出さないで、はい、もうここは間違えて、でその結局間違えた理由は何だった、うんうんうん、どうして間違えたのかっていうのを、やっぱりそのなんか、まあ、参考書じゃないですけど、一応問題集なんですけど、参考書みたいに、はい、まあ、やっぱりしっかりその自分がどこできなかったのかっていうのを吸収するっていう場にしてましたね。そうですね、はい、英語長文ハイパートレーニングとやっておきたい英語長文の違いって、うんうん、あの実際に出された問題がハイパートレーニングで、うん、はい、実際に出された問題を編集して解きやすく変えてくれてるのがやっておきたい英語長文なんですよね、うん、はいはいはい、やっておきたい英語長文やってる時って結構みんな取り組みやすいって感じる人多いと思うんですよ、うんうん、問題が編集されて解きやすくなってるから、はい、でもリアルな生の入試問題がハイパートレーニングなんで、うんうん、その生の入試の難しさみたいなところが設問に現れてますよね、はい、現れてますね。だからそこで多分つまずいてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、当時も僕、うん、あの僕国公立志望でセンターとかやってたんで、うん、いや英語長文ハイパートレーニングの問題は悪問すぎるだろって思ってたんですよ。でも、うん、いざ私立の過去問とか見たら、うん、そのレベルの問題が出てるんですよね、はいはいはい、だから実際入試問題あのレベルです、うん、あの意地悪度とか、はいはいはい、ちょっとひねってる度とか、はい、そうだからちょっとひねってるよね、なんかね、うん、今みんなが解いてる真剣模試とか前頭模試とか、うん、センターの過去問みたいに綺麗な問題ばっかりじゃないんですよ、うん、だからそれは実際のリアルな入試そうなんだって分かった上でやってほしいですね、うんうん、いやこれすごい重要で、やっぱりその参考書ってっしっかり理由をつけて、はい、でこれはこうだからこうなんだよって答えを出さないといけないから、そこ、はい、あとはそのやっぱりなんだろう、同じ大学でもここの年度の問題難しかったけど、はいはい、次の年度の問題簡単だなみたいなの出るじゃないですか、はい、そうですね、そうだからやっぱりそういうのもやっぱりこのリアルに感じられるのが、はい、まあ、リアルなこのハイパートレーニングだったりとか、はい、その生の問題なのかなと思いますね、はい、だから結論大事なのは点数が重要ではないです。もちろん取れるに越したことはないですけど、はい、点数よりもどうしたらこの問題解けたのか、うん、間違えた問題とか、うん、そのどうしたらこの長文もっと読めたのか、うん、その復習とか振り返りをすることの方が重要です、はい、なんで参考書の点数に一喜一憂するんじゃなくて、できなかったところの分析、うん、もっと読めるようにするための復習、これに力を入れてください、うん、はい、今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリでわかります。
カリキュラムや参考書の使い方なども一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。